はい、矢敏郎です、えー、先日、えーっとですね、あのハロウィンに行われたゴブリンのコンサートツー a y s ありましたけれども、えー、もうだいぶ時間経ってしまいましたがまだ余韻に浸られてるファンの方も多いんではないでしょうかということで今日はですねサスペリアパート2、えー、ゴブリンのデビューアルバムですよね、えー、それに関してですねサスペリアパート2でゴブリンが音楽に起用されるまで、まあ、どのような 紆余曲折があったのかということをですね。少しお話ししてみたいと思います。えっ、ー、とまあ、題してまあ、サスペリアパート2の音楽はいかにして、ゴブリンに決まったのかというお話をしたいと思います。あ、えっ、ー、とゴブリンのまファンの方はですね。あの知ってる方もこういったいきをですね。詳しく知ってる方もいらっしゃると思いますし。あのまあシェコンサートでですね。あの販売していたパンフレット等にもですね。まあ、この辺のいきさ あのかなり詳しく書いてあると思いますけれども、まあ、それを今回はですねざっくりとまああのアルジェントに側面を当ててです、ね、アルジェント側にですね視点を移して少しお話ししてみたいいと思いますまずですねアルジェント最初からゴブリンというバンドが、まあ、存在してなかったわけですけれどもねあのサスプリアパート21975年に公開された作品ですけれどもこれをですねまず最初からどういう音楽をつけたいかということで、まあ、アルジェントが考えていたのはですね えー、ゴブリンでではなかったわけですよねで最初はですねあのピンク・フロイドということになります、まあ、同じプログレッシブ・ロック系のですねバンドですけれども最初はですねゴブリンまあもともとありませんでしたのでサスプリアパート2プロフォンド・ロスソの音楽はですねピンク・フロイドに依頼したいというふうにダリオ・アルジェントを考えていたということです、えー、ピンク・フロイドがですね、えー、サスプリアパート2の音楽を 担当したらどういう曲になってたのかというのがちょっとまあ、えーまあ、想像するとすごく面白いと思うんですけどね、えー、まあゴブリンというのとはだいぶ違う感じの曲だになったんではないかと思いますけれどもで実際ですねあのアルジェントからして、まあ、ピンク・フロイド大、まあ、御所のすでにですねあのものすごくあの人気のあるバンドでしたので、まあ、難しいんじゃないかなとかと思うかもしれませんけどもやはりこう依頼は あのやってみたわけですよねその結果ですね、えー、1975年ピンク・フロイドの、ね「Wish You Are Here」日本の、えー、放題のタイトルだと「炎」ですね、えーと「あなたがここにいてほしい」という、えー、アルバムをちょうどそこで忙しいちょうどですね1975年9月15日にこの「炎」はリリースされましたので、えー、と映画の、まあ、音楽を作る制作の時期とですね重なっていて、まあ、そこで断られてしまうわけですよね。まあ、忙しいいからという ことともあるんんででししょうう、まあ、それだけけじゃないと思うんですけどねあの、まあ、映画音楽を本当にやる気があったのかどうかっていうのはあると思うんですけれども、まあ、アルジェントの弁によればですねその時ピンク・フロイドは、えー、この「炎」のアルバムの制作で忙しかったということでですね、まあ、あのその段階では断られたということなんですよね。でそこでですねどうしようかなというふうに考えたんですけれどもアルジェントはあのこの「サスペリアパート2」を撮る前にですね このジャズミュージシャンのです、ね、ジョルジョ・ガスリーニと一緒に仕事をしています特にですね、まあ、テレビの4話の,あの作品からなるです、ね、サイコファイルあの日本名だとサイコファイルですねえー、とまあイタリア語のタイトルだとラポルタするボイオということで、まあ、あの闇への扉というような、まあ、あの現代の翻訳になると思いますけども、えー、1話1時間 程度のですね4話からなるいわゆるオムニバスのですねテレビのテーマ曲をジョルジョ・ガスリーニが手がけていましたそしてあとアルジェントの4匹の灰の次の作品ですね「歴史もの」ということであまりこうフィルモグラフィーからは目立たない存在なんですけれど「ビッグファイブデでというあの歴史ものの,です、ね、あの映画をアルジェントは撮っているんですけれどもその作品の音楽もジョルジョ・ガスリーニが手がけています。 ということで、えー、結局ですねジョルジュ・ガスリーニにま依頼をして、まあ、実際作曲もなされたわけですよねで実際サスペリアパート2の,あの音楽もですね、えー、ジョルジュ・ガスリーニとゴブリンのまあ共,共,、えー、と共同名義でですねあのクレジットはサスペリアパート2の映画の方にはなされていますそこでですね、えー、まずジョルジュ・ガスリーニが曲を書いたんですけれども ななかなかいいい曲だというのが『あのまあ、ジョルジ・ョガスリー3』の中で印象的な曲は「のもり歌」ですよね。っていうあの、えー、子どもの,あのコーラスが入ってる曲ですよね。それとあのマークがですね、まあ、作曲をするシーンがありますよね。でそこであのちょっと殺人犯が、えー、途中で部屋に侵入してきてですね狙われるというところで、まあ、マークが。 ピアノを弾きながらですね作曲をしているシーンがあるんですけどあの曲もジョルジュ・ガスリーニがきちっと書いた曲だということであの2曲はですねアルジェント自身もすごく気に入っていてですね、まあ、あのその部分は採用されているということになりますでそれ以外の部分なんですけれども、まあ、ジョルジュ・ガスリーニは、まあ、ジャズの,あの素養がある、まあ、ジャズのミュージシャンですのでえ他の部分が、まあ、ゴブリンの今ついている曲とは違ってですねジャズ 的すぎると言いますかねあのアルジェントからするとこうジャジーな曲が多かったということでそれがですねもともとアルジェントが考えていたこう鋭角的な音楽とはイメージが合わなかったということなんですよね。まあ、この辺がちょっとアルジェントのこだわりというのがすごくあると思うんですけどねそこでですねあの基本的にはこのジャズの,あのフレーバーのあるジョルジュ・ガスリーンの曲というのは、まあ、使うのをやめようということで。 えー、この子どもの歌とマークの、えー、ピアノそのほか、ね、ジョルジュ・ガスリーニーが書いたあのちょっと驚しい曲調の部分とかですねそういったところはジョルジュ・ガスリーニーが残ってるんですけれども、まあ、基本的にはそのほかの部分は採用しなかったということでですね、えーまあ、ジョルジュ・ガスリーニーとは、まあ、そこの時点であの、まあ、一緒の共作というのは、まあ、アルジェント自身はやめたということになります。でアルジェントが面白,く面白いことはあの 自叙伝に書いてるんですけれども、もアルジェント自身はこう。長い付き合いは好きではないと言ってるんですよね。まあ、要するに惰性でこうずっとですね。あの1人のスタッフとスタッフだったりですね。そういったあのメンバーとかですね。クリエイターと付き合うというのはすごく。あまり自分は好きではないということで今回もですね。えー、ま、音楽ずっとですね。サイコファイルだったり、こうビッグファイブでということで、えー、しばらく音楽担当続き。 あのジ,ョルジョガース・リーニーとは続いたわけですけれどもこの時点でまあこれはアルジェント流のこだわりでですねこはやはりこう親友かあの人間関係ができてですねまた次も同じメンバーでやるっていうふうになってしまうとですねどうしても惰性になってしまってえい作品が生まれなくなる可能性ありますよねこうちょっと情に流されるっていうんでしょうかねまあすごく友達付き合いが続くとですね多少悪い曲であってもですねまあこれを採用しようと。 いうこととになるとやっぱり妥協が生まれまれすよねですのでまあやっぱり映画作りだったりこう作品作りにおいてはですねこう妥協を許さないとそのためにはですね新しい人と組んでいくっていうのがやっぱりアルジェント流のまあ哲学ですよね、えー、例えばこう撮影監督もそうですよねダリオ・アルジェントの作品というのは基本的に撮影監督が、えー、何回か撮ってる撮影監督もいますけれども基本的には毎回ですね撮影監督が変わってますよねということであのー やはり同じ人とずっと組んでいくとやはり妥協だったりですね人間関係でこう嫌とは言えないとかですね多少こう乱れたショットだとかこう気に入らないことがあってもですねそこで OK してしまうということがあり得ますのでやっぱり常にですね戦いといいますかね新しい人と組むことで自分のイメージするですね、映像を作っていく自分の理想の音楽をこう提供してもらうとまあこういう姿勢がダリオ・アルジェントにあるということでまあここはあのかなりアルジェント流のですね、哲学で してですね、あのもうずっと惰性でやるというよりもですねこれはここ,ここで断ってもらっておかげでですねサスペリア2がああいう音楽がついたということでまあそこでやっぱりこういくら長年の知り合いであってもですね自分の哲学に合わない相手とはまあバッサリと手を切るということがやはりいいんではないかというふうに思いますよねということで、まあ、あのジャルド・ガーシリーは降板ということになりましたただですねあのサスペリアパート2のですね、えー、冒頭のシーンで バーのシーンが出てますよね。あの、ブルーバールという、ブルーバーというシーンがありますけども、そこでジョルジョ・ガスリーニが中のお客さんの一人として、まあ、特別出演といいますかね、映ってますので、そこはちょっと探してみると面白いかもしれません。ということで、えー、もう、ジョルジョ・ガスリーニは降板してもらったということになります。そこでどうしたかというと、まあ、アルジェット自身は、まあ、レコード会社の、まあ、プロモーションという、プロモーターにですね、電話をかけて、まあ、新しい、 ミュージシャンを探しにかかるわけですね。そこであのカルロビクシオというあの、えー、チネボックスのまああのまあディレクターをやっていた人物にですねあの電話をかけて、えー、次どうしようかということでですねディープパープルなんかいいんじゃないかなというようなお話をしたわけですよね。でディープパープルまあさらに えー、ピンクフロイドよより難関かもしれませんよねディープパープルがサスペリア・パート2の音楽を本当にやるのかどうかってのはあると思いますけど、まあ、ちょっとこの辺はカルロビクシオに一生に付されて、まあ、希望的観測ということでまあ行ってみただけってことだと思うんですけれどもディープパープルはあの4匹のハエの時にですねダリオ・アルジェントはまあそこでも使いたかったということでかなりこうディップパープルはその時ダリオ・アルジェントが好きだったんですけど、まあ、ちょっと憧れ的なものだったと思いますけどそこでもディップパープルは というのも声が上がったんですけどもやはりそこでは実現せずにですね、えー、こんなのどうかいっていうことで言われたのがですねオリバーというバンド、まあ、あのオリバーというバンドのデモテープだったんですねで、えー、オリバー自身はですねまあ録音を最初の録音を済ませていてそれをですねナ、えー、リオ・アルジェントが聞いたということでまあこれはなかなかいけるんじゃないかということですねその曲を聞いてですねこれピンときたわけですね、まあ、そのアルジェントの音楽的な インスピレーションっていうかな。そういったことが聞いてですね、まあ、こういけてるんじゃないかということで、まあ、発注しようということになりました。そこでですね、ダリュワル・ジェントがまあこういう曲が欲しいというふうに言ったのがですね、まあ、当時のあれですよね、エクソシスト、あのウィリアム・フリード・キンのオカルト・ホラーっていうんですかね、あのまあ、超有名なですねあの、ホラー映画の中の代表的傑作ですけれども、あのエクソシスト、チューブ・ラベルズが、あのマイク・オールド・フィールドのですね、チューブ・ラベルズが、 使われてましたけどもああいう曲を書いてほしいというような依頼をしたわけですよね、まあ、確かにエクソシスト、まあ、フリードキンの影響といいますかねあのエクソシストの影響はこの時にダリオ・アルジェントはまあ非常に色濃く受けていてですねそうしてあの、まあ、オリバーのバンドですよねにあの、まあ、エクソシストみたいな曲がかけてあの書いてほしいんですけれどもということで、まあ、依頼をしてですね、えー、行きましたとそこでですねいわゆる あのオリバーですねあの、クラウド・シモネッティが、まあ、一番メインになると思いますけど、クラウド・シモネッティにですね、まあ、依頼をしたところ、まあ、できてきたのが、サスペリアパート2のですねあのメインテーマですね、プロフォンド・ロッソのいわゆる原型となるようなフレーズですね、アルペジオのところができたということです。で、その,その後ですね、いろいろな戦いきさつを得て、まあ、オリバーという名前はゴブリンという名前を書いてですね、えー、ゴブリンという名前に書いてですね、その後、サスペリアパート2の 音楽はゴブリン名義でです、ね、出したわけですで、えー、とシモネッティのこのリハーサルルームでですね真夜中に初めて、えー、ダリオ・アルジェント自身はですねサスペリアパート2のテーマを聴いたそうですそこでですねこのいわゆるアルペジオですよねあの同じ曲の繰り返しのような、えー、構成でできてますけどあの聴いてですね、まあ、これはいけるなというふうに感じたそうですそこでですね、まあ、この曲が採用されてえー まあサスペリアパート2のテーマとして使われるそのほかですねあのゴブリンのですねまあ鋭角的なサウンドがサスペリアパート2で使われていくということになりました、えー、この当時ですね要するに初めてシモネッティのまあリハーサルルームでですね薄暗いリハーサルルームでですねアルジェントがまあ深夜に聴いた時にはですねまさかこ,うこの曲がですね 大ヒットになるとは、まあ当然予測してないですね。まあ映画のサントラっていうのはもうその大ヒットになるようなものではありませんので、まあ予測してなかったわけなんですけれども、その後ですね、そのプロフォンドロストのまあデビュー版にしてミリオンセー,セールスを記録してですね、なおかつ16週間、まあイタリアのヒットチャートにまあチャートインをしたということで、まあこれものすごくこのデビューアルバムにしてですね、ゴブリンというのはもう歴史的 ロックにですすね名を刻むよううなな形になったそうですで以後ですねこういうあのサントラから入っていってこうヒ,ットをさヒットさせるというような手法をですね、えー、まあイ,イタリアのロックグループですねは、まあね、同じような手法を取ろうという形であの結構ですねあのプログレー系のイタリアンロックのバンドがですね映画音楽を手掛けているということはまあまあありますけれども。 えこれがゴブリンが一つのまあロールモデルっていうんですかね一つのまあ一つのなんですかねあの先駆的な役割をこのアルバムを果たしてですねこれはゴブリンのプロフォンドロストに続こうみたいな形でですねえプログレをはじめとしたですねイタリアのバンドがですね映画音楽をまああの次々と担当するようになっていたというのはこれがあのゴブリンがこの曲がえかなり影響が大きいということになりますで。ですその後 これが大ヒットしたおかげですね、まあ、あのアルジェント自身のテーマというんですかね、まあ、例えばアルジェント自身に言わせると、まあ、ど,あのどこのフェスティバル行ったり、映画ではなくてあのテレビ局ですよね、テレビに出ることもアルジェントって非常にこうなんですか、ね、露出が多い監督ですので、まあ、テレビに出る時とかですね、えー、とそういった時でもこのプロフォンド・ロスはよく、まあ、アルジェントのバックミュージックというかね、そういう形で使われるようになりましたよということです。あとは、えー、CM とかでもでもすねこのプロフォンドロスを使われたり、まあ、あとはリミックスですよねディスコミックスみたいな感じでですねプロフォンドロスを使われたり、まあ、いろいろな編曲変装をですね、えー、するような形でこうプロフォンドロスは使えるようになってっ使われるようになっていたということです、はい、で面白いのがこのカーペンタージョン・カーペンターの「ハロウィン」「タララ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 ランランラン」って曲ありますけどもあれはですねまあカーペンター本人も 白状と言いいまますすかねあの話していますけど1978年のハロウィンですけれどもこれはサスペリアパート2いわゆるプロフォンドロスの曲を参考にして作曲したということをこれ明言してますのでねあの曲あのハロウィンのテーマ自体はサスペリアパート2にまあ非常に多大,多大な影響を受けているということは、まあ、これはあの本人も認めている事実ですので、まあ、ここはあの少しチェックしておいていただいていいかなと思います。でまあ、このの曲はですねあのちょっとあの 私自身の面白い体験もあるんですけど、まあ、アルジェントいろんなところ行ってもですねあの、街中で聞かれることができて、例えば着メロとかですね、あのまあ、その当時はあのスマホがまだできていなかったんですけどもね、あのいわゆる携帯電話の、まあ、かなり時間が経った後でもですねあの、いわゆるプロフォンドロストが着メロに使われているということがよくあったりしてですね、時々アルジェント自身がその曲を聴いてびっくりしたとか、こう考えにふけて嬉しいなというふうに思いましたそうです。実際私もですねあの以前 イタリアにを旅してる時にですね電車の中でですねまあイタリアだとあれなんですよねあの携帯電話結構日本だと携帯電話使用禁止ですけどイタリアだと平気でこうどこでもかしこもですねどこもかしこもですね携帯電話使ってベラベラ喋ってますけども、えー、ちょっと隣あの近くのですね観客観客というか乗客の人がですね電話の時に着メロで、まあ、どっかで聴いた曲かなと思ったら「サスペリアパート2」の「あのプロフォンドロス」のテーマがですね えー、着信メロディーで使われていてこうびっくりした覚えがありますけどねあのまさにこう私に聴かせてくれたんじゃないかななんて思いましたけど、まあ、そんな形でですねあの着メロだとかそういったことで、まあ、あの曲自体はですねあの日本ではそんなに誰でも知ってる曲ではないかもしれませんけれどもイタリアに行くとですねこう着メロでも平気で普通に使われてるようなですね曲ということで、まあ、かなりポピュラーな曲になっていますのでそこでもですねあの曲 のの面でもこのサスペリアパート2を盛り上げる原因,原因というか一因になったんじゃないかと思います。そこでですね、まあ、あのサスペリアパート2とゴブリン、アルジェントの出会いというのがここにあってですね、まあ、そこからずっと黄金期を築いていきますので、まあ、アルジェントにとってもゴブリンとの出会いというのはすごくラッキーでしたし、まあ、ゴブリン、まあシモネ、クラウド・シモネッティを中心とするゴブリンにとってもですね、ダリオ・アルジェントのとの出会いというのが今後のその後のですね、ミュージシャンとしての えー、歴史といいますかねあの道筋を変えたという点ではですね、まあ、両者の出会いというのはすごく奇跡的でですね、えー、本当に水を得た魚といいますか魚といいますかね、まあ、両者のつながりが生じて初めてこ歴史的に音楽の面でもですね映画の面でもですね花を開かせることができたということで、まあ、この関係ですよね非常にこう重要といいますかあのこの出会いがあったおかげでですねあの私たちも 傑作をたくさん見ることができるようになったというふうに言えるかとと思いいます、はい、ということで、まあ、今日はですねあのゴブリンとアルジェントの出会いといいますかねそのいきさつのところをもうちょっと本当は複雑なんですけどねあの時間の関係でこのぐらいでこう少し簡略化してお話ししましたけれども、まあ、このようなバックグラウンドがあって、えー、ゴブリンがサスペリアパート2の音楽を、えー、担当するようになったという話を、まあえー、とこの動画ではさせていただきました。